そんなに惜しくない。この女の子よりも目が5個も多い。ケムいいわ、どっか行くわって感じか。めっちゃ見てるもん。便利な服だったな。俺も欲しいんだけど、やる気がやばいこいつ。おお、なんか、おお、あ、手紙の人だ。見てみよう。なんだなんだ、かくれんぼしないで。オブラート滝か、もしかして。蓋をこうやって閉めていけばいいのか。お、捕まえた。早かったな。手紙です。いいペースだな。雨降ってる。この人夢の中でも寝てるね。起きた。本読んでる。これって一番最初に出てきたあの顔がない人たちからの手紙なんだよね、多分。多分だけど。みんな声かわいいな、なんか。あとなんかある？なさそうっすね。進むか。なんかちょっと、ここの生き物たちみんな可愛く思えてきたわ、やってたら。お！上の世界来たね。あ、この人たちも手紙の人だ。お届け物です。何？お。あ、座りなさいってことか、多分。座ったら、混ざってるね、なんか。ああ、またなんか知らん人出てきた。この人？あ、この人か。手紙だよ。そしてまた夢の中に。男へ。なんだなんだなんだ。男は。手紙です。起きた。頭になんか。お墓みたいなの乗ってるのすごい重そうだな。OK。これ11枚目かな？あと2通か。意外となんかこうサクサクと、その俺が落とした座布団使っていいから混ざりな。ここはないかな？もう戻るか。で？ここもなさそうだな、多分。さっきなんか太陽のマークついてた人に渡してないのが一つあるよね。なになに？通れないの？ひよこが移動してる時にしか一緒に移動できないシステムなのか、もしかして。あ、でもなんか行ってないとこあるっけ？こっち？あ、こっち行ってないね。行けるじゃん。こっち行こう。この涙溜めるところ一番好きだわ。涙溜めて花咲くのすごいね。手紙の人か？違うね。違うけど話を聞いてみよう。なんもない。なんにもない。なんもないのか。あと行ってないところあったっけ？いや、あったな。花咲いたけど、さっきの泣いてた子、もしかして元気になってたりしない？お！泣き止んでる。泣き止んでる。
一番嬉しい。よかった。みんな泣き止んでる。この主人公が代わりにたくさん泣いたからだ、きっと。こっち側だよな、確か。こっち側から。で、この人だよね、この人ね。この人がね、手紙を受け取ってくれないんだけど、明るくないとダメなんだな、きっと。なんか、多分ここ下かな?降りて、なんかちょっと穴に降りるときの降り方も可愛い。下から出て、このホタルがさ、お!まさか!え?食べられちゃった。あのホタルで明るくしたらもらってもらえるかと思ったのに、ホタル返してくれ。ねえ、手紙受け取ってもらいたいんだよ。ホタル返してくれ、ホタル。ちょっと、ホタル返して。お!お!光った。そんなことある。光ることある。光ることはある。まあでもこれでいけたっぽいな。俺もホタル食べたら光んのかな、もしかして。これはいけますね。どうぞ。よし。あの光ってるマークはホタルだったんだな。来ましたね。この人も夢の中で寝てる。まあみんな夢の中で寝てて、それを起こしてるのかな。すげえ、星。ホタルかもしれん。あと一枚だ。これで。あと一枚。起きた。立った。よし。お、なんだ、なんだ、なんだ、ガラッと雰囲気変わったな。まあ多分12枚手紙を渡し終えるといけるようになる場所があるとかなのかな、多分。何せよぐるっとしてみよう。なんかまったりとしたゲームだから俺まで眠くなってきちゃった。結構なんか全体的に雰囲気違うね。最初の場所に戻るとかなのかな。教えて。違うのか。お、落ちてない、そういや。この人かな。違うか。わかんないな。君は仲間になるかい。お、この子連れてなんかするとかあんのかな。これか。お、燃えた。そしてまた消えた。うわ、木がどんぶらこと流れていった。どうなるんだ。ん、これどこだ。船、
大きい船だ。どこだどこだ、ここどこだったっけ。わかんない、気づかなかったな。まあ何にせよ行ってみよう。どっちだろう、こっちかな。ここ行けそうだな。さて行けるかな。ここだった気がする、さっきのところ。合ってるかな。お、ここだ。最後の手紙、この船なのかな。船だよね、大きい。行ってみよう。なんで穴開いてんのかな。おお、中に人いるんだ。どっちが手紙の人だ。あ、こっちだ。じゃあちょっと待って、最初にこっちの人に、最初にこっちの人に。ああ、赤ちゃんと一緒にいるのか、子供か。じゃあ最後の手紙を届けに来たよ。どうだい、受け取ってくれる。おお、みんな寝てる。砂時計持ってるね。私終えた。起きたようだ。これ今まで渡してきた人なわけではない。13分の13。他に私、次にお願いした人たちかな。戻ってきた。また手紙を受け取って渡しに行くのかな、この子は。さっきのあの、顔なしっていうか、なんだろう、この影は夢の中のもう一人の自分の影みたいな。お、キャベツキャベツみたいなのが。受け取ったよって。おお、すごい、草が生えて火がついて川が流れてる。星かな。今までこう渡してきた人だよね。火ついたりとか、星が光ったりとか。こっち見てる気がする。わかんない。顔がないから。よかった。おー、頑張ったね。もう眠かったね。終わりか。なんか、思ったほど自分の中の謎は解けなかったけど、でもこういうなんかまったりとした雰囲気を楽しむゲームなんだろうな、きっと。久しぶりにこういうゲームやったけど、これはこれでなんかまったり楽しむことができました。みんなどうだったかな？寝る前とかに見たらすげえちょうどいいな、多分。終わりかな？あ、終わりだ。
はい、というわけでありがとうございました。タイニーエコーをやらせていただきました。少しでも楽しんでもらえてれば幸いでございます。また次どこかで会いましょう。ありがとうございました。